おお、これ4人すごベッド4個ある。ドキ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 だねわあ危ない危ない、みんな気をつけてやるんだぞ。これ見て、これすごいすごいお肉、最高だね。いい空気だな。なんという大自然。お、なんか遠くで音もするな。そして鳥の声。ああ大自然。ひなこだ。なんか変な人いるね。ここら辺に包まれてる方で、ありですね、これありですね、はい、あーこれキノコですね、これ、はい、YouTube キノコチャンネルやってます。あ、やってるんですよ。ヒカキンと申します。この山奥でやられてるんですね。やってますね、今 YouTube の時代ですから。うわすごいね。ってな嘘でハロー YouTube、 どうもヒカキンとセキンです。あ、ね、もうね感動してます。日本かここってぐらいの自然と、うん、広大な広さで、いや、あのとんでもなく広いんですよ、ここ。ここはですね、ツインリンクモテギ、ツインリンクモテギ、栃木にあるあのツインリンクモテギさんというところに今日お邪魔してるんですけども、はい、ここで YouTube やっていこうかなって思うぐらい、ここで撮り始めたいもんね、もうここに住み着いて住んでさ、いろいろできちゃうもんねそう、虫探しから始まっちゃう。すごいんですよね。でこっちですよ、こっちこっち行きましょう、こっち、こっち映さなきゃ、まだ映してないんだけど、ほら見てこれ、これなんですよ。これ、ここはグランピングの新しくできたエリアといいますかね。はい、ここで寝泊まりできるっていう、まあ、非常にリッチなキャンプ場みたいな感じで、はい、まあ、グランピング施設なんですけど、それ以外にもアスレチックだったりとかサーキットで、ちょっと音が聞こえてるんだけど、っていう本当のそうサーキットがあるんです。今回は全部楽しみまくっていくと。そうですね、今日楽しみですね、これハンモックついてるんですよ、これ。これさ、あ、危ない。このさ、ハンモックとかがすごくおしゃれだよね。ね。これなんか焼くやつかな。うわあ。ここでバーベキューやんだ。うわ、いいね。何焼く？キノコ、キノコ取ってきてば。そこがキノコ取ってきて。やめましょうね。テントがまず形がすごくない？これ。すごい。それもほら、雨降ってもなんか弾きそうな。弾いてくんないとまあ困るんだけど、確かにそれは全部自社で設計をやられてるっていうことで、だから外注してないけど こだわって全部作ってるっていう、ものすごいこだわりなんです。ペローンって感じ。おお、え、これ4人すごっ、ベッド4個ある。ちょっとやばっ、とんでもなく広いな、これ。これは家族で、これはすごい。冷蔵庫、冷蔵庫もある。冷蔵庫ついてんじゃん。冷えている。扇風機もついてるし、やば。俺はね、今日はね、俺はね、いや、俺端っこがいいじゃん。俺端っこがいい。あ、これじゃあ俺も端っこで、このかなり軽薄な今日だ。カメラ入んないから広いんだよ。いやベッド4個もあるんだもんね、すごいね。だからこれ家族で泊まれるわけだ。月一で来たいっすね。月一で YouTube でいつもこうパソコンばっかりやってるんで、ここで人間らしい、そうリフレッシュにはすごくいいです。いいね。リカちゃん、トイレタイム。すぐトイレ行く。コーヒー飲みすぎやんのよ。これすごいんですよ。広いよね。この大きいテントがさ、めっちゃあるんですけど、一つ一つ離れてて、確かにね。これね、他のお客さんとも結構距離があるんですよね。だからプライバシーもね、保たれますし。ね。で、今ほら、コロナ禍ですけども。まあそれも安心っていうところありますよね。そうだね、うん、ごめんください。いいから、人んちんとこ行かなくていいから。回覧板です。いや、迷惑だから、そういうのやめましょうね。仲良くなるちゃいそうだけどね。どっから来たんですかって、ね、うちはね、東京から来たすごい田舎はいいねって手洗い場も広いね。すげえ綺麗。超綺麗だな、これ、ね、新しいですからね。それでは、ツインリンクモテギグランピングトイレ、うん、オープン。オープンいたします。よっ、テープカット。やったー、これもう自慢しよう、俺。ここのトイレ、あの、第1号新品だ。おめでとうございます。これほんと新品なんですよ。いやすごいね。新品のトイレ入るって人生の初じゃないそうかもしれない。綺麗だねー。めちゃくちゃ綺麗だよ。うわー、見て、しっかりしてる。広いねー。ほら、お子さん用のちっちゃい、
うえいっていうのがこれがついてますから、そんなに気合い入れなくてもいいですからね、まるでね、もう少しリラックスしてね、ゲームセンターのなんかこう乗り物かな、でもかのような多分デザインなんだろうねこれ、ね、お可愛らしいねこれ、おおこれこういうの大事なの大事、乾燥ついてる、乾燥させるよこれほらお尻乾かしちゃうからね。ただじゃあ僕乾燥体験するんですから。乾燥体験。トイレしにしたんでね。あ本当にするね。しますします。はいじゃあじゃあ一回目のトイレ日陰ですいませんもう皆さん申し訳ありませんもううちの弟が勝手に使いましてね。これは一生もう塗り替えられないんだ。これは第一の歴史だからね。ドキ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 だね。ドキドキっていうドキドキしちゃうな超巨大アスレチックわー来ましたねっていうかさ一緒にアスレチックやるの初じゃないだから動画でやるのは多分初ですね、まあ、我々の運動能力というものを見せつける時が来ましたねついに来てしまったようだな私ウェイト90キロとは思えない動きを見せますちょっと重めですけどね余裕ですものすごい大きいですよねそれもなんかさちょっと見えてるんだけど、うん、あれスズメバチっぽいやつがさ出てるね出てたりなんか針が出てるであと上になんかあの鳥がバーってなんか何の鳥だろうね強そうな鳥なんだか、ね、強そうな大きい鳥が飛んでますけどねでちなみにこれもらいましたなんかスタンプをしたりとかゴール地点にスタンプがあってそれを押したらこれゴールした証ということで宝物だなこれじゃこれを押していきましょうか行きましょうやったやったースライダーのご利用制限は体重90キロまでですやったギリギリだね500グラムセーフだ危ないです89.5 くらいだった昨日のようにギリギリですねセーフセーフであのいけますので大丈夫ですカードをやる必要があるなんかタイムが出るんだってねこれタイムやるとまあそんなに急がないからさそんなに急がないけど、ね、ここでシュポってあおおおほんとだ、はい、今の時間がこれでいいのかよし、オッケーよーしうわすげえ見て見て見ておお木がそうなんかねなんかどんぐりの木らしいんだよそうテーマがどんぐりの木根っこから登ってくみたいなそういうテーマらしいです、ね、なんかミミズがこれだってさ根っこだからもう地面の下ってことだねそうおおなんじゃこれちょっと待って一瞬もなんかさえ赤外線かと思って何これさスライスされそうだねミミズいいんだよこれ幼虫だねあ本当はカブトムシの幼虫みたいなうわあれいけこれ土みたいになってるね土あるじゃんうわリアルだなうわおい遅い遅い遅いあタイムがねタイムがほらえこれ結構狭いんだけどこれね子供たちの方が早いよ絶対子供たちの方が早いねこれヒカキンだとかなりギリギリですねいや俺一瞬ですよあでも僕だったらまあまあまあ結構スムーズに抜けられますねはいはいはいおい離してくださいよ行きますよおっつおっつおっつミシミシいってるじゃんこれすごい圧かけてるからあえて難しいと思ってるねそうだよ何か上げていくスタイルだよ。だいぶ遅いけど。幼虫コーナー。え、これ待って。これ下落ちないでいくみたいなスタイル。あ、これもう難易度が分かれてる。うん、本当だ。これどんぐりが多い方が難しい。難しい。こっちは簡単コースだね。じゃあ俺どんぐり多い方行くよ。うん。どっちも難しくね。あ、横の足場がね。いやー。ドキドキ。ドキドキ。ドキ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 これね、結構もうちょっとでカブトムシになるタイプの状態ねなるタイプあ待ってこれさなぎ的な登るんだこの坂これ結構難易度高いねちょっとうわっうわそういうことねこれはちょっと結構きついよこれマジかよこれちょっと90キロ厳しいかもやべ俺これうわ抜けたらどうしようこれドキッとかほっおれーおれーいくねよっしゃー、おー、よっしゃー、いや、結構難易度高いね。高いな。うん、思ってたよ。あ、明るくないのこっから。あ、地上だ。地上だ。もうあれですね。こっからはもうずっと全部難易度難しい方しかいかないんで。あ、う、あ、これね。これいける？あのね、いけるんだけど、この引っかかりが薄い。すごい。引っか
ちょっと待って、やばい、そんな引っかかんないもんね。いけるかもって思ってると足滑るかもしれない。よし、いや相手にこれさ待って、これ結構難しくない？これドキドキどころじゃないよこれ。これは、これね、いや私今大人ですけど、これ子供たちいけるもんなんかねってくらい難しそうなんだけど、これいいんだよ、すごいね。だからその挑戦なんだね。おい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 、次は後ろ向き、これくらいになるとこうな。やり方間違ってんだよね。オッケー、ここは軽さを生かして。おお、すごい。早い早い早い、おお早い、おい、自称世界最速です。世界最速です。次は何だ、なんか葉っぱと飛び移りとか書いてあるんだけど、よくあれやるもんな、なんか道路とかであの白い線以外踏んだら、そうサメに食われるゲーム。そうです、それです。だから、ね、落ちたら終わりです。これこういう感じね。そう足場をちゃんと上へ押さるさんだよ。ハハハハ、うん、よしよし、ほいほいほい、おお、いいね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 。お、だんだん葉っぱが小さくなってきてる。小さくなってきてるぞ。ほらほら、おいで、ほら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 、手離してほら、手離して、絶対無理でしょ、手離してほら。おっと落ちてるからね、落ちてるから。これなんだよこれ。あ、なるほどね。あ、これバランスが、え、これ超むずいじゃん、ちょっと回転しちゃう、なんかやばい、やばいやばいやばい、なんだこれ。え、これさ、俺重すぎるからかな、あぶね。これ、どうやってやるのこれ。あ、下にこうやって、あぶね、両方同じ力でやると乗れると思う。ただ回転しちゃうんだけど、俺にとってめっちゃきついやつだこれ。あ、やべ、ちょっと若干若干、これ、うわぁ、あ、やばい、あ、いや、まだ大丈夫、まだ大丈夫、ギリギリギリ。え、これ絶対無理なんだけど、これこれね、大人だと逆にきついやつ。きついな、これ。あ、え、どうやって、あ、じゃあ、私も、あ、やばい、ごまかし、ごまかしを落ちてんだって、ごまかしていく。お、やべ、ちょっと一回ごまかしてるから、かなりごまかしてます。時に優しいルートを選ぶのもいいかもしれない。はい、失格。フォトスポット、これ写真撮ってくれるってことね、これ QR コードね。あ、あとでよかったら変えるみたいな感じかな。うん、え、始まんじゃん。え、ほら、やばい、え、おい、あ、大丈夫。取れた大丈夫。おお、また下行くのこれ。今登ったのにまた下るのか。まだ旅は続きそうだな。おじいちゃん猿です。よし、うわぁ、長老です。長老、ほら、長老オラブータン。ちょっとなんか俺ヤバいもの見えちゃってる。行くしかない。ディフカウトルート。あー、これ、いや、これ吹き飛ぶぞ。これ足がさ、もう下、これほら、これよ、これそこに足乗っけて、多分これさ、ドーンってなるよ。嘘、俺やってみようか。タラーン、それじゃ行きます。おお、うわ、おー、これ、あ、ちょっと待って、揺れるぞこれ。おお、危ない。どうやって行けばいいのこれ、正しい姿勢。危ない。おお、バランスが難しい。これはね、難易度マックスだね。これはちょっと子供たち、危ない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 です。30代は危険です。まあこういうのはね、こう助走をつけてだな。うおお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 あ、いや、これ重すぎてブレすぎなのよ、もう。あよし、完全クリアだ。いや、やばい、手がもうグーなんて
おーい、ほら世界最大のどんぐりだよ。やばい、どんぐりのなんかどんぐりすぎ、どんぐり洞窟みたいになってる。とんでもない大きさだな。おお、ああ、え、柔らかい。ね、ちょっとボールっぽい。ボールっぽい感じなんだ。うわー、これどこ行ったらいいのこれ。え、あ、これ動くんだ。どんぐり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 、おお、どんぐりどんぐり、おお、どうも超長いこれ。よし、緑のホールドを使い足を地面につけないように進む。これ難しさ1。テントウムシいるんだけど。ついにテントウムシまで来たか。うわ、テントウムシでかいな。またなんか丸太系来たぞ。これは大丈夫だね。手放しです。オラウータンの手放しです。オラウータンのアルコール消毒。あ、ギブアップ出口だって誘惑だわこれ。だからさ、やっぱり僕はもう帰る、きついってなる人いるわけですよ、ここで。ネクストチャレンジ。また下がんの。汗だくだよ。嘘だろ。また下がんのかよ。またこのままスタート地点に戻るんじゃないかぐらいのね。よし。おお、すごいよ。すごい、カブトムシとね、ミヤマクワガタかな、これ。あの、挟まれるとやべえ。なに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 、ロープを伝って抜け穴を登ろう。登る、ちょっと危険なの来たな、これ。来たな。カミキリムシに繋がってんのか。カミキリムシ、なんか地獄から這い上がってきたみたい。地獄のようにきつい。地獄の果てから。お、すごい、やっぱ体重軽いだけあって。カミキリムシ、カミキリムシ上に。ちょっと待って、ほら、あれ、あれ、ほらほら、カミキリムシがいるんだよ。これすごいリアルだな、リアル。かっこついたぞ。グーンっていきますよ。大丈夫これ。これ怖いね。ちょっと待って、ちょっと取れてないでしょ。知らん。見てこれ、こっから入ってグーンってなってて、なんか上登ってってんのよこれ。あ、うん、あ、結構綱が硬い。結構狭いんだね。やばい。あ、うん、あれ。よっしゃー。いやー、なかなかだね、ここも。よし。ちっちゃいとこ来てる。ああ、危ない危ない危ない。高いからね、もうね。ブレるブレる。ものすごい高さだね。下がね、抜けてるから。これはやばいね。セミの抜け殻か。セミの抜け殻がありますよ。いやー、確かにちょっと待って、高いなお前。危ない、これは怖い。めちゃくちゃ高いから、ちょっと。危ない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 。タレーダ運転って書いてある。お、いけるか。長老オラウータン、あ、やばい、しなっております。降りてんだって。もう降りてんだよ。それで片手でクッククッていける。そう、その一瞬がきついじゃん、マジで。ほら、そこでグンと呼ばれた。ダメじゃねえかよ。新年のチャレンジャー、なんか登るっぽいな、これ。角度がさ、こうなってんの、こう。いや、俺は。おー、行くね。ワン、ツー、ブラッ。大したもんだね。ドキドキドキ。でもまあまあ、いけるかもしれない。俺、腹減ってきたんやけど。ちょっと、え、バーベキューして。ちょっと待ってくれ。今それはいいから。早く登る。よし。登れた。鬼ヤンマだね。これ、羽がすごい。あー、大きいね。大きい。これ。ん？お、これは。ボーの鐘か。ピカちゃん、セイちゃん。うん、ドキドキ。クリアー、制覇ー。特等当たりましたって感じの音だね。
54分かかってます。やべえな、ちょっと。長いです。めっちゃ長いですよ。すんごい長い。行ってきます。おい、気をつけて。うわ、怖え。え、怖いんだけど、せーの、バイ。え、お前一番下にいるの？そうだよ。やばいね、これ。おお。デノンハロー YouTube。かっこいい。え、めっちゃ低音聞いてるけど。超高いよね。超怖いんだよ。あ、ね、あの足が引っかかんないとスピードが出て面白いと思うよ。怖いじゃん。スイちゃんスライダー。どうなってんのこれ。おおおお、ただか。いやーいやー、無事ゴールしましたよ。舐めてましたね。いや、これ舐めてましたね。これね、僕ら子供の時じゃね、そう簡単に言ってないですね。クリアできないかもしれない。あの、簡単な方言ってるかも。やりがいはありますね。ね、無理しないでね、好きな方、うん、あの、簡単な方も行くのもありかも。そうですね、まあ無理せず、まあ挑戦してみてください。ドキドキ、あードキドキ。おおいい写真じゃん。これプリントした方がいいだろう。これプリントした方がいいね。これプリントした方がいいよ。いい写真撮れてんじゃん。おじゃ、おお、お、プリントした方がいい。おー、ロゴが入って。おお、いい写真じゃん。ドキドキ。どうも、キマンです。うー、セカンドラウンド、第2ラウンド、室内アスレチックもあるんだよ。ものすごい大きいんだけど。超でかいんだけど。スミカって書いてあってね。おまあでもあれだよね、万が一雨降ったりしても、確かにね、屋内だったら遊べますもんね。おい、見ろ、キマンがいっぱいいるぞ。手下たちだな、これは。手下たちか。へるろ、でかいね。でかいけど、近寄ってみないと、なんか何がなんだか。これ上から行けばスポッと行けるかな。スポッと行くんじゃない。自由に遊んでいいみたいよ。じゃあ俺行ってくるわ。いいよ、はい、頭から行くもんじゃないよ。頭から行くもんじゃないでしょ、多分。多分違うと思うけど。こうだよね、多分ね。多分。おお、おお、結構高い位置だな。ハンモックみたい。おお、お、すごい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 。俺超前に何やってんの。せーの、あーいけた。ゴーって帰った。ゴーって帰った。幅ギリギリだな。体がでかいもんで。あ、これいける。そう、うん、外のアスレチックより楽。すごいなこれ。はい、頑張って。よしよしよし。うえー、高い、すごい。うわ、うわ、高いね、本当に。すごいな。すごい広い、見てこれ。うわー、あかん。あかん。おいおいおい。ネットになってるトランポリンですね。おおおおおお、あ、ちょっと腰やられるわ、気をつけて。こういう感じ。おい、あ、すごいすごいすごい。ほら、おお、結構来るな。入ってわかんないといけないじゃん。ああ、バーベキューしたいよ。バーベキュー。バーベキュー来ましたね。なんと我々の後ろにはじゃじゃん、シェフが選び抜いた最高の食材が。これすごい豪華ですよね。ちょっと見たことない。びっくりしましたね、これ。ね、もうね、色鮮やかな、もうこれパプリカとかズッキーニからね、始まり、リンゴ、これマシュマロもあるし、この肉ね。肉の大きさがちょっとすごいな。骨付き肉ですよ、アニメに出てきそう。アニメみたいな肉ですよ。で、あとこの焼きおにぎりとかさ。おにぎり食べたいね。ね、サラダもサーモン入っててうまそう。いっちゃいますか。焼きましょう。俺はね、なんかね、おにぎり食べたいんだよね。さっきからおにぎり食べたいですよ。おにぎりがもう俺のメインディッシュなんで。うわー、いきますよ、これ。うわー、うわー、一番、いや、そこで火ぶち当たってる。ちょっと待って。よし、この辺か。そうそうそう、この辺か。これでも結構すぐ焼けるかもね。火強いね。ファイヤーだね。うわー、ちゃ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 、すごいですね。すごい火力だ。あー、ワイルドだね、なんか。ワイルドにもう、うわー、すごい。
これはいい。はい、野菜も、野菜も飲みましょう。ほら、あー、パプリカー、パプリカー、はい、これズッキーニね。はい、ズッキーニ。うわー、色合いがいい、色合いがいい、色合いが素晴らしい、素晴らしい。これ見て、これすごい、すごいお肉、最高ね。いただきます、いただきます、いただきます。超豪華、超豪華。やばい本来はね、サラダから行きたいところだけど、ちょっともう、まずあったかいうちに。あー、乾杯、乾杯、乾杯。グランピング最高、グランピング最高。ツインリンクモテギに、モテギ乾杯。じわー、美味しみるな。そして僕は、じゃあ焼きおにぎり。これ豪華すぎでしょ。いただきます。焼きおにぎり、うん、ずっとおにぎり食べたいって言ってたからね。柔らかい肉、うん、これめっちゃうまい。牛肉から、うん、これやばい、最高に美味しい。今シーズン何回か来たいね。来たいねこれ毎月来たいね。やっぱ家にさ、うん、いる時間長いから、木とか草の匂いする、空気吸うだけでなんか気持ちいい、気分がね変わるんですよ。あ、あっこい、おい、うん、炭の風味が、スモーキーの風味が、うまい。アユですよ、アユ。チーズフォンデュ、キャンプでチーズフォンデュあんの今の時代。これがグランピーン女子会だよ、女子会、女子会並みのおしゃれ具合。うん、じゃがいもですよ、じゃがいも。いきますよ。すごいね、これ。こんなに滑らかなんだね、チーズフォンデュのチーズ。おー、あ、うーわーお、メインディッシュでかー、ものすごい大きいよね、これね。アニメのやつだ、マジで。これアニメですよ、下手したらもう原始時代のもう、うん、豪華にいっちゃうよ。そこでいいよね、ここでいいんじゃない、はい、いけ、うわ、柔らかい、柔らかい、柔らかい、マジ、これはちょっと高級だ、すごくない、これ、これだよ。うわー、キャンプの域を超えましたね。うわー、ありがとうございます、ありがとうございます。おー、うえー、バーベキューソースジュワー、ジュワー、いきましょう、あったかいうちに。これは美味しいでしょ、絶対。メインディッシュ、いただきまーす。くの、早っ。うん、これ驚きの柔らかさ、超うまい、うん、柔らかいし、バーベキューソースも合ってるし、うん、あまり食べたことがないくらいうまい、ないくらい美味しいですね。うん、あら、デザート、スイーツの時間がやってまいりました。これ最初リンゴあったじゃないですか、見てこれ、これリンゴなのね。そう、焼きリンゴと、これ巨大なマシュマロ、マシュマロですよ。あー、マシュマロ、これいきましょう、来た、うん、いただきます、いただきます。あー、くえ、うん、おうん、食べたことのない柔らかさですね。めっちゃ甘くてうまいやん。これ次元が違うな、こんな溶けるんだ、これは完璧だね。いや、ていうかそもそもこれ多分使ってるマシュマロももういいやつだ、いいやつだね、いいやつなんだね、相当ね、これ生クリームみたい、違うね、生クリーム、はい、そう、はい、焼きリンゴも、うん、程よい酸味と甘みが来て、酸味がしっかりしてて、また最後の締めにこうなんか、うん、これマシュマロとのこのあっさりしてる組み合わせいいですね、いい、あっさりしてます、うん、うん、早く飲めよ。うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。わー、寝よう。いやー、ちょ、幸せすぎる、これ。食べてすぐ寝る、歯磨いてないけど、いっかもうマシュマロの味がしたまま、もう幸せ、マシュマロでも虫歯になったら、まま歯医者、歯医者に行こう、はい、おやすみなさい、おやすみなさい、はい、また明日、はい、おやすみなさい。超早起き、薄暗いですけど、うん、薄暗いうちに行ってやりたいことがあるんですよ。
よし行こう。よし行こう。やってまいりました、ツインリンクモテギサーキットです。朝4時からスタンバイに来ました、うん、スタンバイしましたからね。これまさかの本当のレースで使われてるサーキットを貸し切りでセイキンフェラーリ F8 トリブートで今回走らせていただきます。無理は禁物ですよ。そうそうってなっちゃうんでね。安全に安全に、まあ、2人で貸し切り走行を楽しみたいと思います。うーす。そもそもさ、ヘルメットかぶって車乗ることないでしょ。なんかピザ屋の確かにそういう感じなんだよ。ピザです。よし行こう。バイヤー。よいしょ。お、来た、うわ、5、4、3、2、1スタダーン。フェラーリーセイちゃん、うわー、もう外行くん、外行く、外行く、おー、こうあったもん、うわ、すごいな、外行って、すごいな、全員抜いていくぞ。いないけど我々トップ取ります。これ遠心力とか耐えられるね、余裕だね。まあフェラーリだからね、せめていけんじゃん。これ路面乾いてる、乾いてますね。いけるいける。おい、せいちゃんちょっとやったれよ。もうひっくり返るくらいのスピードでお前。おい、いけ。おお、スピード俺には見えない。おお、うわー、100キロいった。100キロいったね。100キロいったね。全然なんかやっぱまっすぐだから、100キロさらっといくね。すぐ行く。おお、いったいったいった。うわー、大丈夫か。おお、これはやばい。ちょっと怖い。ああ、ギア変えた。早い。今手動で変えてるの？手動で変えてる。いや、これは面白いね。これはでもね、下ってんだここが。あ、これぶっ放していく人すごい勇気だ。いや、相当だよこれ。いや、ぶっ放せないよね。ちょっとずつブレーキをしていく。ブレーキじゃないんだね、ギアでやるんだね。フェラーリは結構このエンジンブレーキが効くからやっぱり。あ、そう。うわ、これは怖い。これは吹き飛ぶわ絶対。ブレーキとギアだ。これ超吹き飛ぶわ普通に言ったら。これ吹き飛ぶよ。だからあそこ突っ込むね多分。このうん、まっすぐ。でもやっぱこう高低差がすごいね。ね。バッパラセー、バッパラセー。おお。よっしゃ、いける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 。120。おお。130です。130。軽く出るじゃん。いやー、速えいやー、140いったね。140いった。うわ、怖え。いやー、これね、怖いわ。これは速い。150キロ速い。ねえ。いやー。速いな。いやー、怖い。直線しか無理だね、本当ね。そうだね。でも直線で慣れたら180ぐらいいけるんだろうね。いけるかもしれないけど、なんかもう領域がちょっと違うからさ。ブレーキめっちゃ効く。じゃあ乗り換えましょう。はい。車降りたところでお前150出したら死ぬからなってマジの顔で。
あのね、マジでやばい。あのね、160はもう怖い、超怖い。あの100でもなんか早く自分で運転しろって言ってきたくて。スタートー。あ、なんかこれね、ちょっと俺ね、いけんじゃんみたいな気分になって勘違いして吹き飛ぶやつだ、これ。だからやめた方がいいよ、うん、本当に結構早いからね。でもほら、俺ちょガタイの良さからして、なんか俺結構なかなかいいものを持ってそう。おお100、おお、うん、早い早い早い。ブレーキギュンってやったらやばいんだよ、ね、ポン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 。あ、そう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 、せいちゃんよりね、あの人の車だからね、ビビり精神がないね。まあ吹き飛んだらしょうがないかぐらいの。これね、マジゲームやってる感覚だわ。なんかね、やばいね。やっぱりあの行動と違ってあんま怖くないのよ、正直。まあ広いからね、やっぱり。もうすぐ残りが150とかなってますね。車のゲームとかも大体できますから。マリオカート行き過ぎだね。マリオカート結構ギリだよ。はいはいはい、うん、そっか、広いんだ結構。そうそうそう、幅広いから。で、左ハンドルだと、はい、慣れてない人右行っちゃうんだよ。あ、それだ。で、あのバックストレート一番長いとこ700何メートルかな。いやいやいや、150よく出したね。だから超やばいでしょ。これ怖いわ。違う、100と150の次元が違うんだよ。さっきやって分かったもん。怖い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 。鳥にぶつかりそうもん。鳥が飛んでんだよ。そういうこともありえるからね、多分レースだったら。これね、俺ね、楽しい。あ、そう。うん、なんかすごいね。なんだろう、まあでもそうやって余裕って言ってると、そうだね、慣れないじゃダメだね。ただなんか俺結構案外あのビビらないタイプの、ちっちゃい時からやってたらもうちょい行けたかもしれない。でもこれもやっぱりそのもちろん技術があってのことだけど、精神面の強さって絶対必要だよね。だからもう突っ込んでいくんだっていうね、いかにそう突っ込めるかっていう、そこはギリギリのラインを行くんだと。で、まあここだけはまあ多少飛ばしてもいいけど、ちゃんと距離見てな、距離見てな、ブレーキの。うわー、やばいやばいやばい。あー、私たちは、私たちはここで終わるのか。やばいやばいやばい、ポン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 、しっかりしっかり、もっとブレーキ。怖い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 、教習所のおっちゃん、怖い怖い怖い、教習所のおっちゃんの気分分かるね。こんな怖い教習所ないって。そうだね、すごいことが今発覚しました。自分で運転してて酔ってきた、やばいや。右がね、好きなんですよね。右行き過ぎだって。右と左で言うと右が好きなんでね。そういう問題じゃねえんだよ。見えやすいサーキット、非常にいいサーキット。いや、すごいいいサーキットだね。この青い線がさ、見えるから。めちゃめちゃいいサーキットだね。タイヤの跡を見てね。そうだね。これ曲がれるもんだね。おお。マスター、ありがとう。フェラーリ、ありがとう。スインリンクモテギ。150まで出た。すごいね。怖い怖い。マジで150の凄さを知らないから素人は危険。でもね、知らないからできる。なんかね、あれくらいで俺はもうこの後こう吹き飛ぶんじゃないかみたいな。ちょっとやっぱそういうのよぎるよね。ちょっとよぎる。よぎるよね。G でよぎる。さあ、これもう鳴らしていかないと。これ乾いてる乾いてる。おい、80ぐらい出して終わりだな。からもう踏んで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 踏め、もう来れないんだぞ、もう出せないんだぞ。車好きなんだろ、フェラーリを喜ばせろ、いけ、踏みつけろ。180ぐらいいったー。180ぐらいいった。うわーっぺっぺっぺっ、全然いけるって。180いっちゃった。全然いける。ラスト1周。練習練習。190いきました。あと200いって終わろう。
いや、はいえ、やべえ、はいえ、これ家で行かないともうダメね。これ、いや、200いける、いける。ぶっ放せ、ぶっ放せ、お待ち、行け、もう絶対大丈夫、行け、諦めやがった、おお諦めた、これで190後半で諦めた、無理でした無理でした、なんて200の壁は熱いあいやいや、ピザを200枚くらい届けましたね、スピードで。いやピザ配達終わりましたありがとうございました、無事に、はい、帰ってまいりました。楽しかったです。いやでもね、本当にいい経験させていただきましたね。貴重な経験、めちゃめちゃ楽しかった。はい、ということで朝7時ですね。まだ朝7時なんだよじいさんかやってくれ、朝早く起きてんのよ。このグランピングテント帰ってきたらオープン、オープン、わーうおー朝食豪華だね、豪勢だな。いただきます。いただきます。朝からサーモン贅沢です。いやすごい豪華だこれ。スモーキーだ。あそう、うまい。僕なんかもうフライパンに入っちゃってるからフライパンみたいな容器に入ってます。なんかさっきあんな美味しいバーベキュー食べた気がするよね。ずっとバーベキュー美味しすぎてって。バーベキュー、バーベキュー1週間後に来たいですねまた同じバーベキューはしにってぐらい美味しかった。美味しかったすいません。いや本当にもう、でもグランピングも良かったし、アスレチックで運動もできたしね。そう、それからサーキットも走らせていただいて本当に楽しかったです、ね、本当広かったね。めちゃくちゃ広いね。ね、まだ他にもあの僕ら遊べてないアスレチックとかもあるんですよね。まだまだあったから、まだまだあるから、ぜひ皆さんもお越しください。ツインリンクモテギホームページ動画の説明欄からチェックしてお越しください。お越しください。それではまたお会いしましょう。 See you next time Bye